石のスープはポルトガルに伝わる民話。そしてそのエピソードから協力を集めるための呼び水の比喩にも使われる。似た形の民話はヨーロッパ各地にあるが、北ヨーロッパでは石の代わりに釘、東ヨーロッパでは斧が使われている。アレンテージョ地方発祥の同盟の伝統料理。飢えた旅人が集落にたどり着き、民家に食事を求めて立ち寄ったが、 食べさせるものはないと断られてしまった。一景を暗示た旅人は、路傍の石を拾うと、もう一度民家に掛け合った。煮ると、スープができる不思議な石を持っているのです。鍋と、水だけでも貸してください。興味を持った家人は旅人を招き入れた。旅人は石を煮始めると、この石はもう古くなっているので濃いスープになりません。塩を加えるとより美味しくなるのですがと説明した。 ケニンは塩を持ってくる。旅人は同じようにして小麦と野菜と肉を持ってこさせた。出来上がったスープは見事な味に仕上がっていて何も知らないケニンは感激してしまった。旅人はスープのできる石をケニンに預けるとまた旅立っていった。ヒューロフティング作ガブガブの本ではナポレオンが1812年に行ったロシア侵攻に際してフランス軍の兵士が 農家の婦人を騙した逸話として紹介されている。象徴学では、石は永遠の命、不死、変化しないものの象徴である。旅人は、石イコール永遠の命を、餌、口実に、一般人から、食料や、金銭や、労液などを得る。石のスープ石のスープは、具沢山のスープである。赤いんげん豆、玉ねぎ、にんにく、ローリエ、人参 ジャガイモ、ソーセージが、ほぼ必ず入るほか、セロリ、リーキ、サヤインゲン、トマト、マカロニ、ベーコン、豚足、燻製ハム、パセリ、またはコリアンダーリーフが入ることもある。現在では、アレンテージョのみならず、ポルトガル全国で親しまれている。ありがとうございます。